の皆さん、これで失礼します。ありがとうございました。収録終わりっと。みんなお疲れ。今日も何のハプニングもなく終わってよかったな。前より視聴率がちょっと上がったらしいし、この調子で頑張ろうね。はい、どんどんファンを増やしていきましょうね。だが油断はできないぞ。ロコちゃん、どういうこと？視聴率は最初より伸びてるが、私たちの知名度はまだ低い。ここで頭打ちになる可能性もあるって、こないだセサミさんとマッチが話してたからな。どこの世界もやっぱりシビアなんだね。ランプちゃんの話だと、イノちゃん目当ての視聴者がまだ多いらしいけど。その話はそろそろ触れないでいただけると。それは命の衣装が変わらない限り難しいんじゃないかな。お手紙でも、もっとインパクトのある衣装を希望する声が多いんだよね。あと、サービスシーンをもっと増やしてほしいとか。ダメです！セサミさんからこれ以上のセクシー路線は NG が出てるんですから！セサミさん、あの格好で言われても説得力がないんだけどな。確かにそうだよね。とにかく、歌とかダンスとか、アイドルらしいところを見てもらわないと！そもそも、エトワリアには、アイドルがどんなものか知らない人がまだ多いよね。そこだよね。そういう人たちからすると、謎の集団に見えるらしいもん。そもそも番組だって、神殿と里の人たちだけが見られるって話だしな。しかも深夜番組だから、最終的に何人が見てるかって考えたら。そうやって計算していくと現実が見えてきて悲しくなってきたよ。とにかく新しい手を打たないと安泰とは言えないだろうな。ヘモが来る前に活動停止ってなったら格好がつかんからな。じゃあもっといろんなところでライブするってのはどう？それなら番組を見てない人にも私たちの活動を知ってもらえますね。でしょ？やっぱりライブをちょくちょくやるのが一番だと思うよ。テレビもいいけど、地道な活動を積み重ねていくのは大事だよね。そこは向こうの世界もこっちも変わらないな。あとはロコ先輩が言った通り、番組の視聴者は神殿と里の人ですよね。だったらもっと地元密着型の活動とかしてみませんか？里の皆さんと一緒に盛り上がりたいです。イノらしいな。でも地元密着って具体的に何をすればいいのかな？そうですね。お腹空いちゃったね。そうだ、この後はオフだし、ライネさんも食堂に行かない？行こう行こう。新メニュー出たらしいし、ちょうど食べたいなって思ってたんだよね。仕方ない、まずは腹ごしらえをしてからゆっくりアイディアを出し合うとするか。はい、ぜひ行きましょう。あそこはいつも混んでるから席が空いてるといいんだが。料理が美味しいからみんな食べに集まっちゃうんだよね。あとライネさんの人徳もあるんじゃないかな。確かに。あ、そうだ！なんだよ、急に大声出して。皆さん、いいこと思いつきました。もしかしたらこれで私たちの知名度を上げられるかも。
ル登録、ベルマーク通知、よろしくお願いします。今日も気をつけて、いってらっしゃい。